Hello, this is Pornography and Music Hour, Love Up Station. Stay tuned.のコピーの、心置きマティです。よろしくお願いします。皆さん、アポロ の, あのラスサビ入る前のところのさ、あのラウイメールのところさ、ゆいちゃんって
言おうと決めてんねんけどさ、言ってんけどさ、おらんのよね。じゃあ、うん、残念だな。ね、まあ、届いてるといいですね。まあ、ちゅうわけでですね、まあ、はい、今日、本日、ツアーの超ライブということでですね、まあ、実質的にはポップの卒来ということで、まあ、なかなかね、あの、運営厳しい、なんかやるの厳しいなかなっていう状況で、なんとか、やろうとしてくれたあの幹部の皆様方、ほんで、実際やってくださった、開いて、場を提供してくださった可能場の方々、あと、出演者皆さん、本当にありがとうございます。ね、まあ、ひろきさんが言ってたこともだいぶ繰り返しみたいになっちゃうんですけど、あの、ね、まあ、去年、卒来できなかったのでね、なんか、こう、なかなか悔しい思いをしたんですけど、今年もどうかな、みたいな感じの雰囲気でしたけど、なんかできてよかったですね、やっぱ。うん。ね。あのね。そうですね、まあ、まあ、卒業するのは実際、ゆいちゃんだけですけど、まあ、いや、卒業はするよ。まあ、卒業はする、なんていうか、その、島大が出るのはゆうちゃんだけですけど、まあね、一応4年間頑張りましたねということで、一応区切りとしてやっぱり4年生の皆様のためにこの卒来やるっていうのは意義があることなんじゃないかなと思います。本当卒業おめでとうございます。ね、そうね、いやみんなこっち見たよ。あれあれもう一年遊べるぞ。まあね、まああの結構一緒にやっぱバンド組むことが多かったんで、1個上はあの見てて思うんですけど、やっぱこうなんか言い方ちょっと上から見た感じになっちゃいますけど、なんかすげえ1個下から見てもすごい、まあ、この人が変わったな、なんかすごく成長したんじゃないけど、なんか大人っぽくなったなってすごい思いますね、見てて。すごいなんかね、大人はなんか上から目線になっちゃうけど、上から目線みたいな言い方になっちゃうけどね、本当に感慨深いですね。まあでもまだね、いるからね、なんか嬉しいですけどね。まあね、本当まあこれからもよろしくお願いします。こちらこそます。でゆいちゃんもね、ゆいちゃんいたら話そうかなと思ったけど、もういいかな、ゆいちゃんおらんし。か、何かありますか？武器なくなって、うん。手紙とかいいけん。手紙とか渡さないと、まだちょっと泣きそうになるけど、いいかい。書いてないですけどね。ごめんごめん、書いてないから。ちょっとあのその辺はちょっと登れないでもらって。まだいるから。そうそうそう、まあまあほとんどいるということで、まあ、これからもね、楽しんでいきましょう。まあ、老害と言われる部類に入っちゃいますけどね、その分、もう僕たち入っちゃいますけど、ね、それね、楽しんでいきましょう。ね、なんて、行きますか、大丈夫ですか。ちょっとなんか、まとまり悪くなっちゃったけど、大丈夫。うん。喋りたかった、喋りたい。これニュースみたいな。でも最後は、でも最後はゆうちゃん。ああね、俺らに。長谷さんとケイさんを、まあ、江頭さんに。なんか。ごめんなさい、ついてみたい。私が入ってきた時が。マイク持ってないよ。3回生だったじゃないですか。5回生でしょ。なんか、その、まあ、私は1歳しか違わないじゃないですか。でもなんかすごい楽器もめちゃめちゃやばいし、めちゃうまいし、なんかもう自分はこんな先輩になれるんかなって思うぐらいすごい素晴らしい方たちばっかりで、なんかで次は自分が3回生になるってなった時に、まあ果たしてそういう先輩になれるのかなってまあ思うんですけど、なんかまあまだそのおられるから。そこを追い続けるっていうか、なんかまあ好きですってことです。え、告白ですかこれ。あ、でも、あの、お前、あ、俺も。ありがとうございます。ありがとうございます。俺、心ちゃんに手紙書こうかな。
すいません、じゃあありがとうございました。心決まりでした。ちゃんとこういう2曲ね、やってね、まあそうですね、ゆいちゃんを、送り届けるいいライブにしましょう。はい、行きましょう。じゃあ、行きます。
Stop.